殺さないでくれ。それは無理だよ。こっちも仕事でやっているんだ。神様どうか。あ、うん、用事があるのを思い出したよ。今日のところは見逃してあげる。な、何だったんだ。コンバリウムミステリー案内人です。やっぱりこのバリウム何度飲んでも美味しくない。どうした一斉さん、顔色が悪いぜ。これから健康診断をするのでバリウムを飲んでいたんです。健康診断か、俺らには無縁の話だな。堕天使は病気にならないんですか。神様は完璧なものを好まれるからな。俺らは病気もしないし基本死なない。俺らを殺せるのは神様だけだ。恐るべし。さて今日はカカオも健康診断を受けるようですよ。チョコばかり食べているので明らかに不健康だとは思いますが、早速見ていきましょう。怖い。俺の名前はベジー。どこにでもいる普通の男とは言い難い。盗み、誘拐、詐欺、人殺し、あらゆる悪事に手を染めてきた。そしてとうとう俺は殺し屋に狙われた。殺し屋は見知らぬ男だったが、淡々と俺を追い詰めた。もう抗うこともできず神頼みしていたその時、なぜか殺し屋は帰ってしまったんだ。用があるとか言ってたな。ほんと命拾いしたぜ。ベジーの兄貴、無事でよかったですよ。こいつは俺の手下のミート。泣きべそ書いて嫌がるが、ずいぶん都合のいいやつだな。お前、俺のこと見捨てて物陰に隠れてたな。助けようとは思わなかったのかよ。相手は殺し屋ですよ。そんなの無理に決まってます。しかも、カカオって名乗ってたじゃないですか。そういえば、確かにそんな名前だった気がする。カカオだかナッツだか知らんが、だからなんだって言うんだよ。殺し屋カカオといえば有名ですよ。都市伝説みたいなもんですけど、最強のサイコパス野郎だとかなんとか。狙われたら終わり、助かるわけはないって。てっきり兄貴も終わったと思いました。何笑ってんだ、白状なやつだな。すみませんでしたって。でも本当に助かってよかったです。カカオ、なんで帰っちゃったんですかね。用事を思い出したんだとさ。用事？もしそうだとしても追い詰めてたんだから兄貴を倒すくらい一瞬だったはずですよね。いや、もしかしたら死に物狂いの俺を見て反撃されたら困ると思ったのかもしれねえ。我ながら相当覚悟決まった顔してただろうし、俺の迫力が伝説級の殺し屋を退けさせたか。本当にそうなのかな。何にせよ助かったんだ。一件落着。アジトに戻るぞ。はーい。お前、今日は飯抜きな。そんな。兄貴の飯うまくて大好きなのに。ふぅ、間に合った。先生ごめんね。今日が健康診断だってこと、すっかり忘れちゃってて。カカオさん、お待ちしておりました。時間ぴったりですので問題ありませんよ。ところで、約束は守ってくれましたか？今日は人を殺していない状態で病院に来てほしいって約束だよね。危ないところだったけど、ちゃんと守ったよ。でもどうして？前の先生の時はそんなこと頼まれなかったのに。私は今回から初めてアルカラム一族を担当させていただくことになりました。だからこそ、完全にフラットな状態のあなた方を見ておきたかったのです。殺しが日常茶飯事なあなたたちだとしても、誰かを殺すことで心身に一切の影響が出ないとは言い切れませんから。そんな心配必要ないと思うけどね。ま、何にせよ、今日はよろしく頼むよ。かしこまりました。まずは血液検査から行いましょう。数時間後。先生、僕の体どうだった？おおむね問題ありません。しかし、しかし、問診票に書いてくださった食生活の部分だけどうも気になりますね。普段チョコレートしか食べないというのは本当ですか？うん、本当。
医者としては聞き逃せません。今は体に影響が出ていないとしても必ずガタがきますよ。栄養失調一直線です。そう言われてもな、チョコレートしか食べたくないんだもん。とりあえず注射や薬を処方します。体をより正常なものにし、その変色を治しましょう。体を正常に？そうすれば他の食べ物も自然と欲するはずですよ。ふふふ、どうかな。とりあえず先生の意向には従うけどね。助かります。では注射と薬を。この後は仕事をせずにゆっくりしていてくださいね。わかった。それじゃあさっき殺す直前まで言ったターゲットのことは数日後に改めて始末するとしよう。ただいま。僕の体、本当にあれくらいの治療で何か変わるのかな。あの先生がどれほど優秀なのか、これでわかりそうだね。数日後。なんだか力が出ない。風邪でもひいちゃったのかな。でもいつまでも寝てばかりいられないよ。僕には仕事があるんだ。あ、そうだ、あのベジーってターゲットを優先しなきゃ。僕に狙われていることにも気づいているし、潜伏されたら厄介だ。早くあいつのところへ。よっこいしょっと。体が重い。あは、まさか僕がこんなセリフを言うことになるとはね。ベジーの兄貴、こんな普通の生活してていいんですか？一応殺し屋に狙われている立場なんですよ。大丈夫だって言ってるだろ。カカオのやつもう何日も現れてないじゃないか。俺のことは諦めたんだ。そうですかね。油断させておいて襲ってくるつもりなんじゃ。そん時はミート、お前が盾になれよ。今度こそ役に立つ努力をしろ。カカオ相手に俺じゃ弱すぎますって。プロのボディーガードを雇いましょうよ。お前は噂を恐れすぎなんだよ。そもそもカカオはそこまですげえ殺し屋じゃないかもしれねえぞ。俺たち二人がかりなら余裕で勝てる。僕も随分舐められたものだ。実力差を思い知らせてあげなくちゃいけないね。出たー。俺たちの前に例の殺し屋カカオが現れた。軽口叩いてはいたが、一度追い詰められたのは事実だ。正直に言おう。怖いよ。だが、ん？なんだか妙に違和感があった。こいつ、前より弱そうになっていないか？もともと色白で華奢なやつだったが、今日は白いを通り越して青い。髪の毛の潤いもなくなってるし、フラフラしている。ひょっとしたら、おいミート、耳を貸せ。そんなこと言ってる場合ですか。今は逃げるのが先ですよ。いや、さっきも言った通り、勝てるかもしれん。あいつが向かってきたら、お前の自慢の体で思いっきり弾いてやれ。弾く？そんなのできるわけありませんって。いいからやれ。さあ、人差しで楽にしてあげるよ。こうならやけだ。その瞬間がスローモーションに見えた。カカオはナイフを取り出し、俺めがけて走ってくる。ミートは俺をかばうようにとっさに前に出た。カカオの手を叩いてナイフを手放させ、俺の指示通り思いっきりカカオに体当たりしたんだ。すると、あれ、もしかして俺カカオのことやっつけた？やるじゃねえかミート、俺たちの勝ちだぜ。やったー、俺すごい殺し屋に勝った。さーて、よくも俺を殺そうとしてくれたな。たっぷりお返ししてやらねえと。え、逃げないんですか？面白いのはここからじゃねえか。ミート、カカオを担いでくれ。アジトまで連れて帰るぞ。こいつのこと可愛がってやる。さすが兄貴、陰湿すぎるぜ。また飯抜きにするぞ。俺大活躍したのに。ここが君たちのアジト。僕をどうするつもり？ふふ、俺に逆らうとこうなるんだとたっぷり体に教え込んでやる。その様子をダークウェブに流すのさ。
そうすりゃ俺と敵対しようってやつが減るだろ。なるほどね。君はそうやって敵を作らない努力をしてきたわけか。アジトの中にこんな檻まで用意して相当拷問好きなのかな。好きってわけじゃないが嫌いでもないぜ。相手が苦しむ姿は面白えもんな。情けない姿で僕に命乞いをしていた男とは思えないよ。兄貴は弱い者いじめが好きなんだ。完璧に安全な位置から弱者を痛めつける時の兄貴は生き生きしてる。ミート、お前は余計なこと言いすぎなんだよ。さてカカオ、気を取り直して俺と遊んでくれや。楽しくはなさそうだ。本来のお前なら俺なんかに負けることなかったんだろうな。ミートが言うように伝説級の殺し屋というのも本当なんだろう。だがタイミングが悪かった。お前は本調子じゃないんだ。バレてた？どうも風邪をひいてしまったようでね。医者と会ったばかりなのに残念だよ。何言ってんだ。お前の不調は風邪なんかじゃねえ。え？完全な栄養不足だよ。僕が栄養不足だって？カカオ本人は自分の体のことを何も理解していなかったようだ。だからこそ普段通り仕事をしようなんてバカな真似してしまったんだろうが。栄養不足を知らせるサインがいくつも体に現れてるじゃねえか。ちょっと会っただけなのに君にそんなことがわかるの？わかる。最初に目についたのはお前の顔の青白さだ。明らかに鉄分が足りてねえ。髪も細くボサボサ。これはビオチン不足。肌にアトピーができたり、さっきも言った通り顔面蒼白になったりする。確かに顔色悪いな。他にも筋肉や関節、骨が痛かったりしねえか？少し。ビタミン C、ビタミン D 不足だ。骨粗鬆症を引き起こしたり血管が脆くなったりしてしまう。かわいそうに。上手に隠そうとしているが、さっきミートに吹っ飛ばされた時に腕の骨が折れただろう。はあ、その通りだよ。あれくらいの攻撃で骨折なんて自分でも信じられなかったんだ。骨がスカスカになってりゃちょっとの衝撃にも耐えられなくなるもんだ。おい、手を見せてみろ。やっぱり爪も脆くなってる。亜鉛不足だ。免疫力低下、味覚にも異常が現れる。ああ、それでかな。ここ数日チョコを食べても美味しくなくてね。何も食べたくなくなってしまった。それで本当に何も食べてなかったってんなら、栄養不足になって当然だ。まぶたがピクピクするのも栄養不足のせい？まさに、マグネシウム不足。糖尿や不整脈、脱力感や眠気、食欲不振にもつながる。踏んだり蹴ったりだな。栄養不足って怖いんですね。怖いなんてもんじゃない。バランスのいい食事は生命維持の基本だ。栄養が偏るとあらゆる部分に影響が出てしまう。疲れやすさ、やる気の低下、頭が回らない、体がしびれる。何をしてもしんどいばかりだ。だったらたまに俺の飯を抜く兄貴ひどすぎません？お仕置きなんだから当然だろ。そもそも一食抜いたくらいじゃカカオほどの栄養不足にはならねえ。お前何日食事をおろそかにしていたんだ？1週間経たないくらい。ああ、まあ体調不良にはなるわな。だがお前の場合症状が現れるスピードが早い気もする。俺は医者じゃねえから詳しいことはわからんが、もともと鍛えていたであろう男の骨がすぐに折れてしまうほどひ弱な状態に1週間でなるものなんだろうか。ま、何にせよ俺たちにとってはラッキーだ。栄養不足で弱ったお前なんか怖くもなんともない。さーて、そのボロボロになった骨を片っ端から折っていくか。兄貴怖っ。ミート、よーく見てろよ、栄養不足の恐ろしさを。俺が軽くひねっただけでこいつの腕は折れる。俺は檻の中に入ってカカオの腕をへし折ってやることにした。あははは、ぽっきり言ったな。骨粗鬆症は女の方がなりやすいと言われている。
栄養不足だけじゃない。運動不足やホルモンバランスなどでも引き起こる。咳やくしゃみをしただけで骨が折れることもあるんだ。できることならなりたくない症状だよな。僕は痛みに耐える訓練をしてきた。骨折くらい大したことじゃないんだ。それなのに、どうしてこんなに辛いの？体力、気力が低下しているんだ。普段耐えられることも今はそうじゃない。お前は一般人以下の体になってしまっている。さあ、他にはどうしてほしい？脆くなった爪を剥ぐか、細くなった髪を抜いていくか、血液を抜いてさらに貧血にするのも面白い。そこまでしなくても。こいつは俺を殺そうとしたんだぞ。生きて返してやる義理もねえ。徹底的にやる。わかりましたよ。でもその前に腹ごしらえしませんか？俺、栄養不足の話聞いてたら怖くなっちゃって、今すぐ栄養を取り入れたい。仕方ねえな。おいカカオ、ミートに感謝しろよ。まさにボロボロじゃないか。頭がうまく働いていなかったけど、もしかしたらあの先生の治療が想像以上に効いてしまったのかもしれない。体が一気に正常化し、今までの僕の変色がたたった。チョコレートだけでは体を維持できなくなり、こんな状態に。ああ、先生も親切で治療してくれたんだろうに。ここが僕の年貢の納め時かな。ベジーに抗う体力も気力も、もうほとんど残っていないよ。どうだ？うまいか、ミート。はい、やっぱり兄貴の料理は最高だ。バランスを考えて作ってるからな。ったく、本来太りようのない食事にしているってのに。お前、まだ間食やめてねえな。ぎっく。運動不足もダメだ。よし、この後のカカオの拷問はお前に任せよう。案外いい汗かくんだぜ。俺嫌ですよ。ダメだ。お前にもそろそろ強くなってもらわなくちゃな。俺の手下でいたいなら言うことを聞け。わかりました。待たせたな。これからはミートが担当するぜ。どうせなら時間をかけずにやってくれない？悩むことねえよ、ミート。たっぷり時間をかけてもてあそんでやろう。さあ、始めろ。兄貴！なんだ？せめて最後にカカオにいい思いさせてあげませんか？いい思いだって？兄貴の食事を食べさせてやるんです。バランスの取れた栄養たっぷりの食事を。そうすればカカオも自分の食生活の乱れをさらに後悔するだろうし、最後にうまい飯食べられて満足もする。まさかたった一食で回復することもないでしょうし、それくらい問題ないでしょう。まあ確かにそうだな。この世に未練の残るような最高にうまい飯を食わせた後に始末するのも悪くはねえ。そっちの方がしんどいかもしれないよ。でも僕、チョコレートしか食べたくない。そんなわがまま許されるか。意地でも食べてもらうぞ。さあ、腕によりをかけてやる。完成だ。全部食べろ。栄養不足の人に一気に食事を取らせるのは良くないんじゃなかった？リフィーディング症候群だっけな。慢性的な栄養障害がある患者に急激に栄養補給を行うことで発症する代謝性の合併症。本来ならそれにも注意するべきだが、お前はいずれ殺される身。どうなっても構わない。無慈悲だね。俺、そんなのあるの知らなかった。わかってるよ、ミート。君は僕を拷問するのが怖いんだ。少しでも時間を稼ごうとしているんだよね。ありがとう。お前のためじゃねえよ。だけど。ミートが気に病むことはねえ。さあ、カカオ、食え。最高にバランスのいい俺様の食事をな。いただきます。おお、いい食いっぷりじゃねえか。おいしい。これも
俺も。そうだろ、そうだろ。あ、おかしい。カカオのやつ、みるみるうちに顔色が良くなってきている。しかも、折れていたはずの腕、しっかり動かしてないか？髪に潤いが戻って姿勢も良くなって。あれ？なんかお前、元気になってない？ストップストップ、もう食うな、これ以上栄養を摂取するな。止めた時にはもう遅かった。あの先生本当にすごいや。どんな注射を打ったんだろう。衰えるのも早かったけど、回復もこんなに早いなんて思いもしなかった。何言ってるんだよ。はあ、体に力がみなぎってくる。そして君を殺したいという気力も。一瞬のうちにカカオが姿を消したかと思ったら、俺の背後に回っていやがった。何も見えなかったのに。よくも僕をいたぶってくれたね。やめろ、殺さないでくれ。そのセリフ、最初に君を追い詰めていた時にも言っていたよ。でももう聞いてあげない。バイバイベジー。あ、兄貴、そんな。さてと。何怯えているんだい。僕は君を殺さない。どうして。君はターゲットじゃないから。僕は消えるよ。あ、それと一つだけ、君は悪人には向いていない。それじゃ。怖かった。先生。おや、カカオさん、調子はいかがですか。今はいいけど、最悪だったよ。僕のこの健康的な体を元に戻して、チョコレートだけでやっていける、あの体に。はい？どうしてそんなことを。バランスのいい食事ばかり取るなんて考えられないよ。僕は好きなものだけを食べていきたいんだ。はあ、わかりました。あなたの望むままにいたしましょう。この注射を打てば、理論上は元に戻れるはずですので。はあ、助かった。これでチョコレート爆食いできる。殺し屋の思考回路は理解しかねますよ。はあ。あいつの体、マジでどうなってんだ？本当に人間か？長い間チョコばかり食べ続けたせいで、体がチョコレート以外の栄養を吸収分解できなくなっているんでしょうかね。私はカカオの体質こそ世界の七不思議に追加してほしいくらいです。間違いなく七不思議だよ。マジやべえな。さて、それでは私も健康診断に行くとしましょう。皆さんも定期的な検診をお忘れなく。それではバイバイチーン。健康な体にならなくちゃ。バランスのいい食事もこれから心がけよう。あんなに強いカカオが栄養不足だけであそこまで弱体化してしまうのを見たら恐ろしくて仕方ないよ。運動の後は面接に行こう。カカオの言うように、俺は悪人には向いていない。正しく生きていかなくちゃね。兄貴、不出来な弟子で本当すいませんでした。兄貴のうまい飯、忘れねえっす。ここは、あれ、私、床で寝ていたんでしょうか。こんなところで寝るなんて、はしたないわね。シュガー。シュガー？何の話をしているの？白雪姫。私が、白雪姫？まだ寝ぼけているのかしら。とにかく城の者に見られる前にちゃんとしなさい。はい。白雪姫？そんなはずはありません。気を取り直して、コンアップルパイ。そう、私は闇の世界の案内人、ミステリー案内人なのです。それがなぜか目を覚ますと白雪姫と呼ばれるようになっていました。
しかも今会話しているのは殺し屋アルカラム一族の長、シュガー・アルカラム。親しげに話しているということは、彼女は私のママ母の設定なのでしょうか。あ、ママ母ならまだいい方です。もしかしたら。とある恐ろしい考えが頭をよぎったため、シュガーに尋ねてみることにしました。あの、何？あなたは私のママ母、つまり義理の母でしょうか。それとも実の母親？どういう質問？と思われるかもしれませんが、これは非常に重要なものなのです。はあ？わけのわからないことを聞くものじゃありません。実の母親に決まっているでしょ。ああ、やっぱり。どうして落ち込んでいるのよ。こんなに美しい母を持ったこと、誇りに思うべきよ。そうですよね。変なこと聞いてすみませんでした。私、部屋に戻ります。おかしな子。かなりまずいことになりましたね。私は部屋で一人頭を抱えていました。なぜなら今の状況の恐ろしさに気づいたからです。理由はわかりませんが、私は白雪姫の物語の世界に入り込んでしまった様子。しかも役は白雪姫。皆さんに知られている美しい物語の白雪姫なら毒リンゴを食べさせられはしますが、王子様のキスによって目覚め、幸せな結婚をするという結末です。しかし、私がいる世界は原作の白雪姫。どこで判断したかというと、私がさっきシュガーにした質問の答え。広く知られた白雪姫の物語では、毒リンゴを食べさせるのは白雪姫のママ母。白雪姫の美しさに嫉妬しての行動です。原作の白雪姫では、その役は実の母が担います。ここで言う原作とは、厳密に言えば、二つ存在します。白雪姫は、もともとドイツのヘッセン州、バートビルドゥンゲンの民話。白雪姫のモデルは、1554年に亡くなった、マルガレータさんという女性だという説もあり、彼女の美貌に嫉妬したママ母から、城を追い出され、遠一で亡くなったところまで一致。彼女の人生とバートビルドゥンゲン同行さん近くの廃村に小人がいたという伝説が合わさって民話が誕生したといいます。その民話をグリム兄弟が知り、グリム童話の白雪姫が完成したのです。民話とグリム童話初版のいわゆる原作の白雪姫はあまりにも残酷描写が多すぎる。でも私がこの世界を原作の白雪姫と認識しているのは強みになるかもしれません。実母、シュガーに殺されるのをうまく回避できるでしょうし、あの恐ろしいラストも迎えずに済むかも。その時でした。突然頭がぼーっとし始めたのです。まるで逆らうことのできない力に洗脳されているような感覚。あれ、私、案内人で、案内人？何それ。私は、白雪姫よ。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？はい、それはもちろん女王様です。やっぱりそうなのね。当然です。あなたは何よりも美しく気高い。ほんと僕の妻にしたいくらいだ。ちょっと自我を持ちすぎよ。あ、失礼いたしました。でも満足したわ。ありがとう。本当に美しい。今はまだね。白雪姫、あなたももう7歳になったのね。はい、お母様。でも私、7歳にしては体が大きい気もするんです。細かいことを気にしてはダメ。あなたは7歳よ。いいわね。はい。今日もいつもの質問をするとしましょう。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？それは7歳になった白雪姫です。なんですって？申し訳ございません、女王様。
しかしあなたの美しさもご健在で。一番じゃないと意味がないのよ。私は誰よりも美しくなければ。カリュードはどこ？カリュード参上。よく来てくれました。あなたに命令するわ。命令待機。あの子、白雪姫を殺してちょうだい。実施殺害？そうよ。魔法の鏡が、あの子の方が美しいなんてふざけたことを言ったの。私を脅かす存在になるのなら、いなくなってもらうしかない。合点承知。ああ、待って。ん？白雪姫を殺したという証拠が欲しいわ。そうね。白雪姫の肺と肝臓を持ち帰ってくれる？仰せのままに。カリュードさん、このお城から連れ出してくれてありがとうございます。私、こんな森でピクニックしてみたかったの。ほら、お城は窮屈じゃありませんか。完全同意。嬉しい。ダメだ。え？逃げて、白雪姫。どうしたんですか？女王に命じられている。何を？君の殺害。え？お母様が？美貌、嫉妬。そんな。君が不憫だ。だから助けてくれるんですか？うん。殺したくない。カリウドさん、ありがとう。あ、でも私、どうしたら？逃亡一択。そうですね。もう城に戻るわけにはいかないでしょう。私はここを去ります。カリウドさん、お母様には私を殺したとお伝えください。どうかバレませんように。ご無事を祈っています。よし、証拠調達。お帰りなさい。それで、白雪姫は？任務達成。それはよかった。では、証拠の肺と肝臓をいただこうかしら。臓器献上。これよ、これ。ああ、血が滴っていてたまらない。白雪姫、哀れな姿になったものね。本当はイノシシの臓器。バレないだろうけど。さて、塩茹でにするとしましょう。なぜ？なぜって、食べるからに決まっているじゃない。これであの子を取り込める。若さと美しさは私のものに。最強失職。逃げると言ったはいいものの、一体どこに行けばいいんでしょうか。ん？あれは、小屋だ。よかった、あそこでかくまってもらいましょう。あの、すみません。どうしたの？小人さん？そうよ、私たちは小人。この小屋に7人で住んでいるの。人間のあなたが何のよ。実は私、とある事情で逃亡の身なんです。行くあてもありません。どうかここに置いてくれませんか？面倒事はごめんよ。私、何でもします。はあ、近くでのたれ死にされてもいい迷惑だわ。仕方ないから助けてあげる。その代わり、自分でも言っていたように何でもしてもらうわよ。ありがとうございます。あなた方は命の恩人です。やめてよ。大げさね。白雪姫の臓器を食べたからか、以前にも増して美しくなっている気がするわ。答えはもう決まっているでしょうけど、一応鏡に聞いてあげようかしら。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？女王様。やっぱり私なのね。いえ、違います、女王様。は？大変申し上げにくいのですが、一番美しいのは白雪姫です。そんなわけないじゃない。だってあの子は死んだのよ。カリュードに殺させて。彼女は死んでなどいません。あなたはカリュードに騙されたのです。なんですって？誰か、カリュードここに連れてきなさい。無駄です。彼はとっくに逃げてしまいました。なんてことなの。この私が騙され、白雪姫は生きている。屈辱以外の何者でもないわ。
許せない、許せない、許せない、許せない。女王様、こうなったら私自らあの子を殺すしかないわね。魔法の鏡、あの子は今どこにいるの？言いたくありません。私に歯向かう気？めちゃくちゃに割って二度と使えないようにしてあげてもいいのよ。わかりました。白雪姫は今小人たちと暮らしています。小人？そう、わかったわ。ご苦労様。白雪姫様、申し訳ございません。でも僕は女王様のあんな醜い顔は見ていられなかったんだ。お掃除って楽しいな。小人さんたちが帰ってくる前に食事の用意もしなくちゃね。あら、誰か来たわ。こんにちは、お嬢さん。とびっきりの商品を持ってきたから見てみらんかね。あ、ぜひ見せてください。さすが白雪姫、鈍感な子ね。まさか母である私が物売りに化けているとは思いもしないんでしょう。ああごめんなさいね、今用意します。ほら、コルセットだよ。素敵なデザイン。そうでしょう。つけてみるといい。ありがとうございます。こういうのはきつく縛り上げないとね。でも少し苦しい。苦しいくらいがちょうどいいのさ。待ってください。いくらなんでも、これじゃ、息ができない。あらあら、もうギブアップ？情けないわね、白雪姫。でも死にゆく表情は最高だったわ。世界一見にくかったもの。もうすぐ小屋ね。って誰か倒れてる？白雪姫、呼吸ができていないようだわ。原因はこのコルセットね。誰かハサミを。よかった、間に合ったわ。私、物売りのおばあさんに会って。騙されたのよ。警戒心がなさすぎる。私たちが留守の時は気をつけなさい。ごめんなさい。さあ、鏡よ鏡、白雪姫は私が殺したわ。今度こそ私が世界で一番美しいと言いなさい。一番美しいのは白雪姫です。女王様、失敗なさったのですね。どうして？くっそ、すぐにリベンジしてくるわ。この子、学習能力ゼロなの？帰ってきたら今度は毒仕込みの櫛が頭に突き刺さっていたわよ。また別の物売りさんが。喋らないで、今解毒治療中だから。すみません。いよいよ私が。美しいのは白雪姫です。キー、まだ生きているの？とんでもない生命力ね。もう怒った。本気よ、次こそ息の根を止める。小人さんたちにすごく怒られちゃった。当然ですよね、もう騙されません。もし、そこのお嬢さん、リンゴはいらんかね？ああ、美味しそうなリンゴ。って、ダメダメ。すみません、おばあさん。私、これまでたくさん騙されてきたので、リンゴをもらうわけにはいかないんです。毒が塗られているかもしれないから。それはかわいそうに。でも私は、悪い人間ではないよ。その証拠に、まずは私からリンゴを食べようじゃないか。そうすれば毒なんてないとわかるだろう。確かに。うん、おいしい。とびっきり甘くてシャキシャキで最高だ。おいしそう。ほら、安全は証明された。お嬢さんも食べ。
ありがとうございます。それじゃあいただきます。おいしい。おや、どうした？喉が苦しい。やっぱり毒か。この子はどこまでバカなのかしら。何度も騙されてかわいそうな子。でも死んだのを見届けた。息もしてない。これで私の勝ちよ、白雪姫。はあ、どうして。みんなまた治療するわよ。白雪姫。王子様、散歩はこれくらいにして引き返しましょうよ。王様たちに叱られるよ。もう少しだけ。おや、小人たちが泣いている。一体何があったの？あなたは近くの城の王子様ね。見ての通り白雪姫の葬儀を行っているの。どんな治療しても手遅れだった。あ、綺麗な子。あ、残念だったね。本当に綺麗だ。なんか嫌な予感。王子様、変なこと言い出さないよね。ねえ小人さんたち、この死体を僕に譲ってくれないかな。出た！早速変なこと言ってる！死体を？どうして？一目惚れしちゃったからだよ。この死体が欲しい。何言ってるの？ダメよそんなこと。これは君たちのためでもあるんだよ。僕ならこの白雪姫の死体を美しいまま保存しておくことができる。会いたくなったらいつでも城に来るといい。彼女が腐敗していくだけよりよっぽどマシでしょ。ちょっと考えさせて。もちろん。みんなで話し合った結果、白雪姫をあなたに預けることにしたわ。いい決断だ。死体に変なことしたら承知しないから。僕と君たちの考える変なことにはギャップがあるかもしれないけど、もうくれると言ったもんね。さ、僕の付き人さん、彼女の死体を運んでくれ。棺ごと頼むよ。めちゃくちゃ重労働じゃん。僕は王子だよ。文句なんて言わせない。パワハラだ。いいから早く。僕は小人さんたちに生前の白雪姫の話をもう少し聞かせてもらうよ。まったく、こんなことしていられないにゃん。重すぎる。もうあなたのせいだからね。あれ、私今リンゴを吐いて。あなたが助けてくれたのね。え？ありがとう、命の恩人です。どうしたんだい、騒がしい。って、白雪姫？生き返ったのね。この方が治療をしてくれて。付き人が？ありがとう。あなた見かけによらず優秀なのね。それほどでも。死体を殴ったらリンゴが口から飛び出してきたなんて口が裂けても言えないにゃ。なんやかんやで僕たちが結婚することになるとはね。私もびっくりです。そうだ、プレゼントがある。プレゼント？あれを見て。熱い熱い。お母様。君を何度も殺そうとした実母には罰が必要だ。彼女が履いているのは熱された鉄の靴。踊り死ぬ様子を楽しもう。そんな。どうしたの？頭が。その時私は全てを思い出しました。そうだ、私は白雪姫じゃなく案内人なんだ。なぜかその事実を忘れ役になりきっていた。原作の白雪姫にのめり込んでいた。こんなのダメです。たくさんの子供たちが安心して見られるような白雪姫にしないと。何を言っているの、白雪姫。私は優しい白雪姫を望んでいます。確かに最終的に女王は倒されてしまいますが、もっとマイルドな表現ができるはず。物語の流れを壊さない程度にハッピーエンドを。そのために何度もやり直す。私がそう言った瞬間、不思議なことに時間が巻き戻っていきました。
物語の最初に戻ったのです。私は記憶を保持したまままた白雪姫を演じました。ハッピーエンドを迎えるために。でもなかなかうまくいかなかったのです。女王の倒され方はたくさんのバリエーションがあって、白雪姫こと私が生きていることにショックを受け、踊り狂って死んだり、怒り狂って鏡を叩き割り、その破片が心臓に刺さって死んだり、あの有名なディズニー版の白雪姫の女王も雷に打たれる最後ですし、生きたままのエンドは難しいのでしょうか。しかし何十回目かのループの時、私が悪かったわ白雪姫、もうあなたが美しいと認めます、王子様と幸せになって、私はどんな罰でも受けるわ。なんと女王が反省するルートに到達したのです。お母様は確かにひどいことをしました。でも私は生きています。これからはお互い関わることなく、それぞれ平和に過ごしましょう。こんな私を許すというの？はあ、白雪姫、真の美しさに重要なのは心だったのね。ようやく美しい結末を迎えることができた。その時、眩しい。あれ、元の姿に戻ってる。しかもここは闇の世界です。私は目の前に禍々しい雰囲気の本が置いてあるのを見つけました。本、そうだ、全部この本のせいだ。これは呪われた本、全ての物語を残酷なものに書き換える本。私はこの本を封印しようとしていたんです。しかし本の力は強大で、封印する前に本の中に飲み込まれてしまった。白雪姫は呪いの本の力を余分に頼らずとも、もともと原作が残酷な物語ですから、私を取り込むのに適していたのかもしれませんね。でももう負けません。完璧に封印してみせますよ。ぷよぷよぷよのぷよ。これで安心です。この本は保管しておきましょう。こうして私の原作の白雪姫体験は幕を閉じたのです。それにしても私以外の登場人物がファルカラム一族だったのは面白かったですね。王子様がカカオなんて意外でした。どうせなら統括主任が。って私何を言ってるの、まあ、今のなし。まあ誰にも聞かれていなくてよかった。かわいい寝顔、ガーナ、あなたはまさに理想の人。こんばん、レム睡眠、地獄の案内人コクちゃんだぜ。おーい、一星さん、ダメだ、完全に眠ってるな、こりゃ。この人どうしちゃったの？なんかの魔法かトラップで眠りについちまったんだ。さーて、俺が一星さんを起こしている間、みんなは今日のお話をお楽しみに。それじゃ、どうぞ。今日から一人暮らし、楽しみだな。私の名前はガーナ・アルカラム、殺し屋一族の次女。普段は実家で家族と暮らしているんだけど、今日から一人暮らしをすることになったの。というのも、実家から遠い国で長期任務に就くことになったから。この国の大きなマフィア組織を壊滅させるっていう内容なんだけど、なかなか大変そう。ボスを倒しただけじゃ報復とかもあるだろうし、全員完璧にこの国から消すために時間をかけてコツコツとやっていくんだ。お父さんに教えてもらった住所はこの辺のはず。今回住む家はお父さんが用意してくれた。お父さんの友人が大家をしているマンションで、私の事情も分かってくれてるから動きやすいんだって。あった、思ってたよりずっと綺麗。あら、あなたがガーナちゃんね。はい、マンションの住人さんですか？おかしいな、このマンションは今誰も住んでいないと聞いていたのに。住人じゃなくて大家です。お父さんから聞いてない？じゃああなたがハオさん？
その通り、お父さんのお友達のハオです。今は大家業をして暮らしているの。なんか想像と違った。あら、どんな想像していたの？お父さんからとても寡黙な友人だと聞いていたので、生真面目そうな人が出てくるのかと。シュクレと会わなくなってからもう随分時間が経つものね。認識と現実にギャップがあっても無理ないわ。ギャップというより別人みたいだった。でも実家にいる時に写真で見せられたハオさんの姿の面影はある。今は綺麗にメイクされた顔だけど、間違いなくお父さんの友人のハオさん本人だ。少しびっくりしたけど、いい人そうだから安心。しばらくお世話になります。こちらこそ。シクレには大金を振り込んでもらったのよ。私にできる限りのサポートはするからね。ハオさんは昔情報屋として名を馳せていたらしい。私のターゲットの情報も彼から手に入れられるよとお父さんが言っていたし、信頼できる人ってことだよね。とりあえず今日は部屋でゆっくりしたらどう？二ほどきもあるでしょうし。ああ、ある程度の家具は私の方で用意しておいたから、気に入ってもらえると嬉しいわ。はい、これ鍵よ。わーい、ハオさんありがとう。私はこのマンションの向かいに住んでるから、何かあったらすぐ連絡ちょうだい。はーい。シュクレの娘さん、とっても可愛い。あんなに大きくなって、会わなくなった期間にお互いいろいろあったのね。私も本当なら、いいえ、やめておきましょう。私は今ただの大家なんだから。ハオさんすごくセンスいいにゃ。あれもこれも可愛い。こんな部屋で一人暮らしができるって夢みたい。実家も好きだけど、期間限定ならこういう生活も最高だ。好きなだけテレビ見たり、お菓子作ったり。もちろん最優先はマフィアの壊滅だけどね。着替えとか持ってきたものとか整理して、今日は寝ようかな。また明日ハオさんに情報もらいに行こうっと。移動だけでだいぶ疲れちゃった。昨日はよく眠れた？はい、とっても快適でした。それはよかった。ガーナちゃんは今回マフィア組織を壊滅させるってことだったわよね。ボスと幹部の情報はこれよ。最新のものだから間違いはないはず。ハオさんは綺麗にファイリングされた書類を渡してくれた。すごい、ハオさんは本当に優秀な情報屋だにゃ。やめてよ、元情報屋なんだから。でも未だにこんな情報を集められるんだもん。元気でもおかしくないよ。まあ、何かを調べるっていうことは今も続けているから腕は落ちていないのよね。何を調べているんですか？ガーナちゃんは知らなくていいのよ。ハオさんは少しだけ寂しそうな顔をしていた。何か事情があるんだろうけど、詳しく聞くべきではないのかも。ところで今日は何をするの？早速仕事？ハオさんがくれたこのファイルを頼りにマフィアのアジト周辺を調べてみます。この辺りの観光にもなりそうだし。あははは、いいわね。気をつけていってらっしゃい。私はハオさんに見送られ出かけることにした。出かけてしばらく経った時には私はすでにこの国のことが好きになっていた。景色も綺麗だし、ショッピングできそうな場所もたくさんある。何よりすれ違っただけの人たちが挨拶してくれるんだ。こんにちは。あ、こんにちは。観光ですか？この近くに引っ越してきたんです。そう、この辺りはとってもいいところですよ。あなたが気に入りますように。って言ってくれた素敵なお姉さんとか。こんにちは。こんにちは。見ない顔だね。迷子かい？迷子？私そんなに子供じゃないですよ。おや、失礼しました。とても可愛らしいお嬢さんだから若く見えてしまったよ。可愛い？いいって褒めてくれたおじさんとか。すっかりいい気になった私は誰にでも自分の方から挨拶するように、老若男女関係なくいろんな人と話をした。でもこれが間違いだったんだ。
まさかこの時に目をつけられていたなんて。今日は充実した一日だったな。敵陣視察もうまくできたし、この辺りのことも知れたし、ハオさんが作ってくれたご飯も美味しかった。私ここなら永住できるかも。あ、さて、そろそろお風呂に入って。え、誰か来た。ハオさんかな。モニターを見るとそこに映っているのは配達業者みたいだった。しかもなんだか見覚えがある。この人って。はい、こんばんは、配達に来ました。ってガーナさんでしたよね。やっぱりそうだ、この人昼に挨拶した。配達業者の人で一生懸命働いていたんだよね。名前は確かレオさんだ。こんばんは、私に荷物ですか。はい、このお荷物で。って間違えました、他のマンションでした。名前も違いますし、あなた宛てじゃないですね。そっか、すみません、ご迷惑をおかけしました。失礼します。お疲れ様です。レオさんは焦った様子でいなくなった。間違ったなら仕方ないよね。もう朝か。あ、その日目を覚ますと部屋の中になんだか違和感を覚えた。具体的にどこと言えるわけじゃなく、なんとなく変な感じがしたんだ。なんだろう、私昨日ちゃんと鍵かけたよね。チェックしてみると施錠はバッチリ。何がおかしいんだろう。部屋のものが動いているわけでもないし。まあいいや、出かけようっと。完全に気配を殺していたのに敏感だな。忍び込む時にはもっと気をつけなきゃ。あ、お姉さんだ。おはようございます。あら、おはよう。おじいちゃんもおはよう。おはようね。すっかり馴染んでるわね。おかげさまで、もう仕事のことなんて忘れちゃいそうですよ。シュクレに報告したら叱られちゃうわね。それだけは勘弁。冗談よ、しっかりやってるって伝えておく。そういえばお父さんとハオさんは仲良しだったんですよね。今でもやりとりできるくらい。それなのにどうして会わなくなったんですか。シュクレが家庭を持ったこともあるし、何よりあの頃は私の。ハオさんの。ああ、なんでもないのよ、お互い忙しかっただけ。情報屋を辞めたいことといい、今回のことといい、ハオさんは過去に何か話したくないことがあったのかもしれない。今は明るくて素敵な人に見えるけど、何を抱えているんだろう。やっぱり気になりながらも、私はそれ以上突っ込まなかった。今日は爆弾に必要な材料を変えてよかった。ハオさんの顔広すぎるにゃ。でもおかげで仕事しやすくて助かる。また誰か来た。はーい、お届け物です。今度こそガーナさん宛てで間違いないですよ。レオさん、こんばんは。こんばんは、サインお願いします。はい、ありがとうございました。差出人の名前知らない人だ。気をつけて開けてみよう。え、ただのお菓子じゃん。毒も入っていないみたいだけど、なんとなく気味が悪くて食べることはできなかった。それからというもの、レオさんは毎日のように荷物を配達してくる。差出人はいつもバラバラで知らない人。中身も雑貨だったり服だったり、害のないものばかりだった。それでも不気味なことに変わりはない。放置しておけばいいかと思っていたんだけど、ある日最悪なことが起きてしまった。ん？置き配なんて頼んだっけ？朝出かけようとすると、玄関ドアを開けてすぐのところにプレゼントボックスが置いてあった。差出人の名前は書いていない。っていうか、ボックスには私の住所が書かれた形跡さえなかった。誰かが配達業者を頼ることなく自分でここまで持ってきたってことだ。どういうこと？恐る恐るそのボックスに手を伸ばす。マフィアに私の存在がバレた様子もこれまでないし、一体誰が。
ボックスを開けてものすごく後悔した。中身は元の姿を予想できないほどぐちゃぐちゃに潰された何かの肉だった。カワイたちが異臭を放っている。さらに奇妙なのはその肉の上に、ガーナ好きと書かれた手紙が置いてあったことだ。ガーナちゃん、大丈夫？だいぶ落ち着いてきたにょ。信じられない、こんな嫌がらせ。私はすぐにハオさんを呼び事情を説明した。今回の荷物のこと、毎日知らない人から荷物が届いたこと、そして部屋に違和感を覚えたことがあったこと。どうしてもっと早く相談してくれなかったの？大したことないと思っちゃって。大したことあるわよ。荷物もそうだけど部屋の違和感、私が貸した部屋に侵入者がいたかもしれないってことでしょ？でもはっきりとした気配を感じることができなくて。これでも私殺し屋だから普通の侵入者には気づけるはずなのに。それは確かにそうね。アルカラムの目をごまかせるほどの侵入者なんてそうそういないわ。荷物も害がないものばかりだしって、放っておいたらこんなことになってしまいました。これってストーカーよ。ストーカー？あなたのことを好きっていうメッセージがあったんだもの。そう考える方が自然。部屋に侵入したのも、毎日荷物を送ったのも、そのストーカーのせいじゃないかしら。誰か心当たりはない？レオさん。え？配達業者のレオさんです。彼、一度私の部屋に間違えて荷物を持ってきたことがあって、それ以来毎日私宛ての荷物が届くようになった。なるほど。それは確かに怪しいわね。そのレオって男が差出人の名前を適当に書いてあなた宛ての荷物を出し、ガーナちゃんと会う口実を作っていたとも考えられるわ。配達先を間違ったせいで住所を知られちゃったのね。その前に街で挨拶したこともあります。その時に目をつけていたのかしら。いずれにせよ許せない。ストーカーなんてこの世で最も憎むべき相手だ。え、ハオさん？ああ、ごめんなさい。私としたことが。とりあえず、すぐにそのレオって男のこと調べるわ。心配だから、今日は私の家に泊まりなさい。いいんですか？もちろんよ。シュクレの娘さんに怖い思いなんてさせられないわ。その日私は、お言葉に甘えてハオさんの家で過ごすことにした。ハオさんは、レオさんについて調べてくれたんだけど。おかしいわ。何がですか？レオに犯行は不可能なの。え？レオは昨日の夜から休暇を取って旅行に行ってる。夜には玄関前に荷物がないこと確認したのよね。はい。仕事に行って帰ってきた時は何もなかったです。レオにはあのプレゼントボックスを置くことができなかった。それだけじゃないの。彼が毎日ガーナちゃんに荷物を持ってきていたことは事実だけど、その荷物を出したのは彼じゃない。受付の人が証言しているわ。ガーナちゃん宛ての荷物は帽子を深くかぶってサングラスとマスクをつけた人が持ってきてたって。レオはその時間仕事をしていたから無関係よ。彼が誰かに頼んで出してもらっていた可能性はないですか？それこそありえないわね。レオが犯人なら受付を返さずガーナちゃん宛ての荷物を持っていけばいいだけだもの。ああ、そうか。レオが犯人だと思われるよう誰かが仕組んだのかしら。自分から目を背けるために。ガーナちゃん、この街に来てからどういう人と出会ったか思い出してリストアップしてくれない？そのリストの人間を私が徹底的に洗うから。わかりました。あ、でも申し訳ないです。私のためにこんなに時間を使ってくれて。気にすることないわよ。言ったでしょ、私ストーカーって大嫌いなの。絶対に許せない。ハオさん。その日からハオさんは寝る間も惜しんで私のストーカーを見つけるために動いてくれた。私が道で挨拶しただけの人のことまで調べてくれたんだ。でも何人調べても私のストーカーっぽい人は見つからなかった。ハオさん、もう諦めるしかないかもしれません。この期間に私が出会った男性はこれ以上いません。はっ、それよ！あ、びっくりした。私たち固定概念にとらわれすぎていたのかもしれないわ。
どういうことですか？これまでは男性にターゲットを絞って調べていた。ガーナちゃんは女性だからって理由で。でも誰かを好きになるのに性別なんて関係ないわよね。それってつまり、ガーナちゃんのストーカーは女性だったのよ。こんばんは。あら、こんな遅い時間に。こんばんは。待って、あなたに話があるの。え？チェリーさんよね。どうして私の名前を？お姉さん、いつも私に挨拶してくれる素敵な人、この街で初めて話しかけてくれて嬉しかった。だからこそ信じたくなかったにゃ、あなたがストーカーの正体だったなんて。ああ、言い訳はできないわよ。こっちはあなたについて徹底的に調べ尽くしている。だから知ってるの、あなたが黒魔術に浸水していることもね。そんなことまで？あなたは魔術を使って何度も私の部屋に侵入していたんだね。気配を認識させない魔術があるなんて、私びっくりしちゃった。気づけないわけだにゃ。荷物を送りつけてストーカー行為の罪をレオになすりつけようとしていたわね。しかも動物の死骸や好きというメッセージを送りつけてガーナちゃんを怖がらせて。誰が誰を好きになっても変なことではない。でもあなたの方法は間違いだらけよ。もっと真正面からぶつかりなさい。ハオさんがそう言うとチェリーは目を見開いて笑い出した。はぁ、何を言ってるの？私がこの子を好きですって？黒魔術のことまで調べていたのに、とんだ勘違いをしたものね。どういうことなの？私はガーナを好きなわけじゃない。ただ私の糧にしたかっただけ。糧？黒魔術にはね、いろんなものがあるのよ。さっきあなたたちが言った気配を消せるものだったり、永遠の美しさを手に入れられるものだったり。まさかあなた。私は美しいままで存在したいの。そのために生贄が必要なのよ。若い女の生贄がね。じゃあ、あなたは私を生贄にするために？その通りよ。しかも若い女を怖がらせれば怖がらせるほど効果は高まると言われている。だから私はストーカーがいるように見せかけるなんて面倒なことをしたわけ。ああ、残念。もうすぐ殺しに行こうと思ってたのに。あなたの美しい肌、髪が手に入るはずだったのに。殺すってどうやって？とっても残酷よ。まずは手足を切るの。そこから流れる血を瓶に移し替えてね。で、その後は頭を。のか。ハオさん？私の、俺の婚約者を殺したのは、あんただったのか！突然話し方や雰囲気が変わったハオさんに、驚くことしかできなかった。でも、婚約者って？何の話？15年以上前のことだ。俺には婚約者がいた。その時期にこの土地に流れ着いて、二人で仕事をしていたんだ。で、婚約者はストーカー被害に遭うようになった。俺がいるにもかかわらず犯人を見つけることはできなかったんだ。まさか黒魔術を使われていたとはな。ある日婚約者は殺されてしまった。まさにあんたが言うような殺され方だった。あいつは手足と頭を。ハオさん。ああ、思い出したかも。婚約者ってとっても綺麗な瞳のあの子かしら。どこかですれ違って一目惚れしちゃったのよね。あの子はいい生贄だった。おかげでこんなに美しい私がいるのよ。感謝してる。あんたを警察に突き出す。きっと大勢殺しているんでしょ。ちゃんと罪を償って。バカなこと言うのね。証拠なんてどこにもないのよ。黒魔術の存在も警察は認めないことでしょう。悔しいけど、あなたのことは諦めてあげるからさ。見逃してよ。婚約者のことだって昔のことじゃない。
チェリーは悪びれる様子も見せずそう言った。確かに彼女の言うように警察に捕まえさせるだけの証拠がない。このままじゃ逃げられてしまう。ガーナちゃん。ハオさん？依頼がないと殺しをしないんだったよな。ただの人殺しじゃなく、あくまで殺し屋だから。俺が依頼人になる。ガーナちゃん、あの女を殺してくれ。婚約者を奪ったあいつを。了解。は？殺し屋？冗談はよしてよ。冗談じゃないにゃ。人は見かけによらないものだよ。あなたが黒魔術の使い手だったように、私はプロの殺し屋なの。ちょっと。とっさのことだから黒魔術を使えないでしょ。生贄を捧げる暇も術を唱える暇もないもんね。あなたはこの世にいちゃいけない。せいぜい地獄を楽しんで。いやー、ハオさん、終わったよ。ありがとうガーナちゃん、本当に。ハオさんはしばらくの間、婚約者さんのために泣き叫び続けた。もう大丈夫ですか？ええ、すっかり元気よ。ハオさんは元のハオさんに戻っていた。すっきりした顔している気がする。いろいろとごめんなさいね。驚いたでしょ。うん、ハオさんに婚約者がいたなんて。私、今はこんな感じで過ごしているけど、昔は寡黙な男だったのよ。シュクレはその時の私しか見ていないの。私ね、ずっと演技してた。演技？この話し方とか見た目とか。どうしてそんなことを？こういう人間でいると相手が油断してくれるの。寡黙な男のハオより今の姿のハオの方が心を開きやすいでしょ？それはまあ確かに。私、情報屋を辞めて婚約者を殺した犯人だけを捕まえることに集中してた。この土地でだけ情報を得たくてね。そのために親しみやすいキャラ作りをした。それが今の私。がっかりした？もう？私どっちも大好きだにゃ。自分のことを俺って呼ぶハオさんも、私って呼ぶハオさんも。ガーナちゃん、本当にありがとう。あなたがいたおかげで犯人にたどり着くことができた。自分を優秀だと思っていたけど、まだまだね。一流の情報屋を名乗るなら、あらゆる偏見は捨てなくちゃ。ってことは。ええ。今日から情報屋を再開するわ。私の第二の人生の始まりね。やったー、お父さんもきっと喜ぶ。ふふ、いつかシュクレにも会いに行くわ。その時はどっちのハオさんで会うにゃ？気分次第かしら。どっちの私も本当だしね。ウインクするハオさんはとってもかっこよくて綺麗だった。さあさあガーナちゃんも早く仕事しなくちゃ。遅れが出ているでしょ。完全に忘れてたわ。怒られちゃう。本当に可愛らしい子。せっせいせい。やっと目覚めたか。おはよう、ネボスケさん。そうでした。私としたことが死神の罠に。おのれ、許さん。ゴクちゃん、この借りは後で。ああ、行っちまったよ。まあいいけど。みんなもストーカーと死神の罠にはご用心だぜ。それじゃ、バイバイチーン。ただいま。え、もう戻ってきたの？予定より早くマフィアの始末完了しました。黒魔術も使わないただのマフィアだし、ちょろいもんだにゃ。さすがね。じゃあもう実家に帰っちゃう？もう少しだけここにいたいかな。ハオさんともっとお話ししたいし。大歓迎よ。それじゃ、シュクレの昔話でもしましょうか。やったー。雨降ってきちゃった。
お兄ちゃん、この辺で休憩しよう。休憩所なし。あ、建物だ。助かった。リリー治療所。こん、健康診断。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。しかしまさか、ミステリー案内人に健康診断があるなんてな。私たちは死人なので、死ぬことはありませんが、健康を害することはあります。定期チェックは必要不可欠です。はーい、お注射しまーす。ぎゅー、俺、注射は大嫌いなんだ。あ、ちょっと、もう…こんな白衣の天使を前に逃げるなんて失礼しちゃうわ。今日のお話もナースにまつわるお話です。それではどうぞ。山登りって気持ちがいいね。完全同意。僕の名前はビター・アルカラム。こっちにいるのは妹のガーナだ。今二人で登山しているところ。なぜこうなったかというと、よし、新しい趣味を見つけよう。休みをもらった僕はただブラブラと散歩をしていた。でもせっかく時間があるんだから、もっと楽しいことをしたい。そこで思いついたのが趣味作り。趣味、趣味。あ、遠くの方に立派な山が見えた。そして僕はひらめいたんだ。登山開始。準備万端。早速準備を整えた僕は山に向かって歩き出した。その時だ。わ、お兄ちゃん、どうしたの？ガーナ。たまたま妹のガーナと出会った。カクカクしかじか。なるほど。趣味よね。決めた。私も行く。なぜ？今日休みで暇だったからさ。アルカラムの人間が二人揃って時間あるなんてことなかなかないよ。一人希望。まあまあ、一緒の方が楽しいって。私も準備しよーっと。ってことで押し切られてしまい、二人で登山することになったんだ。山って空気が澄んでるね。三四水明。最初は順調だった。自然は美しいし、よく晴れた空を見上げるだけで気持ちがいい。だけど山の天気は変わりやすい。突然思いついてきた僕たちは、うかつなことに天気のことまで調べていなかった。気がついた時には空は真っ黒に濁っていたんだ。うわ、雨降ってきちゃった。お兄ちゃん、この辺で休憩しよう。素人が雨の中歩き続けるのは確かに危険だ。でも休憩所なし。あ、建物だ。助かった。ここからもっと奥に進んだところに屋根が見える。行ってみよう。リリー治療所。治療？病院ってこと？こんな山奥にあるなんておかしい。でも明かりがついてるよ。誰かいるってことだ。どなた？僕たちの話し声が聞こえたのか、中から人が出てきた。女性だ。それもなかなかの美人。突然すみません。登山してたら雨が降ってきちゃって。もしよかったら休憩させてくれませんか？あら、それは大変でしたね。この辺には山小屋もありませんし、ここにたどり着いてくれてよかったです。どうぞ中へ。感謝感激。中に入ると子供たちがたくさんいた。ベッドに寝かされていたり、楽しそうに遊んでいたり。ここは病院？ちょっと違います。でもここにいる子はみんなそれぞれ病気を抱えていて、この自然豊かな場所で治療しているんですよ。あなた一人で？そうです。案外平気なものなんですよ。彼女の名前はリリーというらしい。もともと大きな病院で看護師として働いていたけれど、もっと患者に寄り添っていきたいとのことで、このリリー治療所を立ち上げたようだ。生理活菌。そんな、私はそんなに大層な人間ではありませんよ。雨で濡れちゃったでしょ。タオルをお持ちしますね。なんかすごい人だね。うん。ちー。わ、なになに？
ごめんなさい。ここは人が訪ねてくるのが珍しいから。お兄ちゃんとお姉ちゃんもリリー先生に治療してもらうために来たの？違うよ。山登りしてたら雨が降ってきちゃってね、思い宿りさせてもらうことになったの。そうなんだ。俺の名前はエース、こっちはメル。雨が止むまで仲良くしよう。社交的。エースとメルは兄弟ではないらしい。この治療所に預けられて仲良くなったのだとか。エースは子供たちのリーダー的な存在で、少し話しただけでも面倒見がいいことが分かった。褒めてみたけど、最年長だから当たり前と照れている様子。病気とは思えないほど元気に見える。お待たせしました。あら、もう子供たちと仲良くなったんですか？エースとメルが話しかけてきてくれたにゃ。みんないい子でしょ。だからこそ早く健康にしてあげたいんですけどね。僕たちは子供たちに聞かれない場所に移動して話をすることにした。みんなあまり状況が良くないの？はい、ここにいる子はとても重い病気を抱えているんです。世の中には知られていない病気の子も。この治療所だけでなんとかなるものなの？はっきり言って無理です。病院でもサジを投げられた子ばかりで、私だけは見捨てたくない。私を信じて団長の思いで子供たちを預けてくださったご家族の期待にも応えたい。リリーは難病の子がいると噂を聞くと、自ら足を運んで家族を説得しに行くそうだ。この治療所で必ず治してみせるからって。すごい情熱だよね。治療法を見つけるためにこれからも毎日頑張ります。私の活動が知られて、より多くの子供たちが助かるよう、たまに取材も受けるようにしているんです。何事もコツコツと、ですよね。と、ガーナ、私、とっても感動したにゃ。お兄ちゃん、私たちもリリーさんに協力しよう。子供たちをしっかり観察すれば、気づけることもあるかもしれないよ。そんな、悪いですよ。気にしないで、ここにいる間くらい手伝わせてほしいとは僕も思っていた。リリー、僕たちは役に立てるかもしれないよ。ああ、ありがとうございます。というわけで、リリーが食事の支度をしている間、子供のお世話をすることになった。まずは、どの子がどんな病状なのかを調べるべきだ。でも、子供相手に自分の病気の説明をさせるのも忍びない。ガーナ、ここは慎重に。メール、お絵かきしようよ。僕の思いはガーナに全く届いていなかった。画用紙とクレヨンを持って楽しそうにメルに近づいていく。しかし、あ、お姉ちゃんダメだよ。え、メル。なんと、ガーナが渡したクレヨンをメルがガツガツと食べ始めてしまったんだ。メル、それは食べ物じゃないよ。クレヨン。間違ってないよ。メルにとっては食べ物なんだ。だってメルは移植症だから。移植症。それは一般的な食べ物じゃないものを食べてしまうという摂食障害の一つ。メルの場合、クレヨンや粘土、泥を食べてしまうらしい。原因は不明。今のところ確立した治療法もなく、行動変容法が助けになることがあるくらいのようだ。栄養不良や消化管の閉塞に気をつける必要もある。私知らなくて、ごめんなさい。仕方ないよ。でもメルの前でお絵描きとか泥遊びとかはダメだよ。まあ気をつけてても他のものを食べ始めるようになっちゃうんだけど。自分でもなんで食べちゃうかわからないの。ごめんなさい、ごめんなさい。謝らなくていい。幸いにもメルは通常の食べ物を食べることができるみたいだ。もうすぐ食事の時間だからと落ち着けて、ガーナとお人形遊びをしてもらうことにした。その間、僕はエースにここのことを聞いてみよう。エース、あの子は？レックだよ。魚鱗癬っていう病気なんだ。皮膚のバリア機能に問題があって、魚の鱗みたいに剥がれてきちゃう。
水ぶくれもできるみたい。珍しい病気だよ。詳しいね。リリー先生が教えてくれるんだ。魚鱗腺、これもまた根治療法は見つかっていない。こまめにたっぷり保湿したり、細やかな体温調節などが必要となる。おーい、レック、暑いんじゃない？汗かいたなら着替えなよ。魚鱗腺患者は発汗障害があるため高体温になりやすい。エースのような子が着替えに気を使ってくれるのはありがたいことだと思う。エース、ありがとう。僕着替えてくるね。うん。その後もエースは他の子供たちの病気を細かく説明してくれた。彼はリリーの話をよく聞いている。ここまで把握しているのは彼女にとっても心強いだろうね。エース、ありがとう。あとは、俺の病気についてだよね。でもごめん、話したくない。俺はみんなとは比べ物にならないくらい。無理しなくていい、大丈夫だよ。ありがとう。さあ、そろそろご飯できたかも。配膳の手伝い一緒にしよう。合点承知。リリー先生、できた？大丈夫？調理場に行くと驚きの光景が広がっていた。リリーの目から真っ赤な涙が流れていたんだ。ああ、やだ。エースにビターさんも来ちゃったんですね。それ、どうしたの？リリーは必死に涙を拭っていた。実は、私も珍しい病気を抱えているんです。ヘモラクリアといって血の涙を流す病気。流れ始めるとなかなか止まらなくて、悲しいわけでもないのに自分でもどうしようもできないんですよ。リリーによると、その病気は肥がん性の血管腫によって引き起こされたものだという。ホルモン異常が原因のこともあるらしい。やはり治療法は確立していない。私自身がこうだから難しい病気の子たちの気持ちがわかるんです。なんて立派そうに聞こえるでしょうが、ただ単に悩んでいるのは自分だけじゃないと思えて安心してるだけかもしれませんね。僕は立派だと思う。ありがとう。さあ、涙も落ち着いてきましたし、ご飯にしましょう。仕上げをしたいので二人はテーブルをきれいにしておいてください。わかった。では皆さん、いただきます。いただきます。すごいね、子供たち一人一人メニューが違うよ。体質や病気に合わせているんだって。ひー、この人数分を作るだけで大変なのに。リリーさんは本当に優しい人だね。聞こえていますよ。本当にそんな褒められるほどでもないんですって。なんて謙虚な人。そういえば雨止みませんね。もしよかったら泊まっていかれては？いいの？もちろん、子供たちも喜びます。僕たちはお言葉に甘えてその日は泊まることにした。だからこそ気づけたんだ、この治療所の恐ろしさに。みんなお風呂に行ったのに君は行かないの？うん、僕は皮膚の病気だからみんなみたいに毎日お風呂に入っちゃいけないんだって。彼は魚鱗腺患者のレック。入浴の時間に一人でいたから話しかけてみたけど、何か違和感がある。あれ、そうだっけ？魚鱗腺は入浴が危険。すぐに調べようと思ったけど、ここは電波が届かない。ネットにアクセスできないし、外部への連絡も不可能。入浴がダメって誰に言われたの？リリー先生、お家にいる頃は毎日入ってたから危なかったんだって。そっか、腑に落ちないけれど、リリーの方が詳しいはずだ。僕の気のせいだろう。お兄ちゃん。夜中、みんなが寝静まった頃に誰かが出ていく気配がした。僕とガーナだけが気づいたから、こっそり後をつけることに。外はまだ雨が降っている。その人物は治療所の裏に回り、ごそごそと何かの準備をしているようだった。しばらくすると動物の鳴き声のようなものが聞こえてきた。何しているの？あ、
そこにいるのはびしょ濡れのエースだった。手にはナイフも持っている。僕たちが止めなければもう片方の手で捕まえていたリスを刺し殺していただろう。あっ、エース、何するつもりだったの？彼はだんまりと口をつぐんでいる。こんな夜中に小動物を殺そうとするなんて。あなたはとっても優しい子なのに、どうして？そうしないと、そうしないと僕は怪物になっちゃうんだ。エースは辛そうに泣き始めた。詳細希望。誰にも知られたくなくてずっと隠してた。僕とリリー先生しか知らなかったんだ。でももう黙ってても意味ないよね。実は僕は羅刹病なんだ。羅刹病？そんなの聞いたことない。本当に珍しい病気なんだって。1ヶ月に1回生き物を殺さないと怪物のような見た目になってしまう。今日がその日だったんだ。リスに逃げられたから僕は皮膚が溶けて顔が変形してみんなに怖がられる見た目になっちゃう。エースはブルブルと震え出す。お兄ちゃん、おかしいよ。そんな病気ないでしょ。うん、ありえない。もしかしたら。ガーナ、エースを見てて。いいけど、お兄ちゃんは？ちょっと確かめたいことがある。ふぅ、よく寝た。エースは昨日ちゃんと殺せたかしら。後で報告を聞かなくちゃ。その前にみんなを起こしましょう。みんな、朝よ。あれ、誰もいない。全員他の部屋で遊んでる。ああ、ビターさんたちが起こしてくれたんですね。ありがとうございます。すぐ食事の支度をしますね。必要ない。え？子供たちには君の作った食事を二度と食べさせない。何言ってるんですか？あなたのやったことはもうわかってるにゃ。お兄ちゃんが昨日の夜全部調べたの。僕はリリーの目の前に様々な薬を並べた。液体だったり錠剤だったり、数えきれないほどの量がある。これは調理場に隠されていたものだ。それは子供たちに飲ませている薬です。薬嫌いな子が多いから食事に混ぜていて。これは薬というより毒だ。君は子供に毒を飲ませて病気が治らないようにしていた。どうして私がそんなことを？代理ミュンヒハウゼン症候群って知ってる？周囲の関心を自分に引き寄せたいっていう勝手な感情で、身近な存在、例えば子供を病気に見立てるっていう精神疾患だよ。あなたは本当にひどい人。実際に病気の子たちを連れてきて治療するふりだけをしていた。立派な人のふりをしていたの。魚鱗腺患者のレックと話した時にもっとちゃんと調べるべきだったんだ。彼は君に言われ毎日の入浴を禁じられていた。でも本当はそうじゃない。毎日入浴し皮膚を清潔に保つことはとっても重要。その上でしっかり保湿をするというのが正しい。君の部屋にある本にはそう書いてあったよ。あそこには鍵をかけていたのに。鍵なんてお兄ちゃんには関係ないよ。あえて間違ったことを教え込んで病状がひどくなっていくのを待ち望んでいたんだね。違う、信じて。そもそもメルは、エースは、ああいう子たちの病気は私にどうこうできるものでもないでしょ。洗脳。え？君は子供たちを洗脳していた。メルにはクレヨンや泥が美味しいものだと、エースには殺生をしないと怪物になると思い込ませていたんだ。そうまでして素晴らしい人間を演じたかった？証拠は他にもあるよ。あなた自分がヘモラクリアだって言っていたんでしょ。でもこの治療所の至るところにこんなのが置いてあったよ。目薬に血のりが混ざってる。これをこっそり刺して血の涙に見せかけていたんでしょ。あなたは代理ミュンヒハウゼン症候群であると同時にミュンヒハウゼン症候群でもあったんだよ。自分が病気だと偽るという精神疾患。ああ、彼女は病んでいた。かわいそうで
立派でけなげな自分を作り上げていた。たまにメディアの取材を受けていたのも自分の承認欲求を満たすためでしかなかったんだ。悪逆非道。本当に本当に本当に違うんです。私はただただ子供たちのためを思って。そうだ、実は私死んじゃうような病気なんです。だからその自分に精一杯になって病気に関する対応を間違ってしまって、レックも今日から毎日お風呂に入れますし、エースたちのことも誠心誠意支えます。信じて、この治療所はあなたのためだけの場所でしょ。いやー、違う違うの。ほら見て、私死にそうでしょ。薬リリーは子供たちに飲ませていた毒をめちゃくちゃに飲み漁り始めた。そんなことをしたらリリーさん、ほら死にそうな病気、嘘じゃなかったでしょ。そう言ってリリーは血をどっぷりと吐き絶命した。そんな、なんでこんなに満足そうな顔してるの？ミュンヒハウゼン症候群の人は自分が病気だと信じてもらうために手術や検査なども積極的に受ける特徴がある。彼女もまた自分を信じてもらうために毒を飲んだ。その結果死ぬことになったんだから満足なんだろう。あんまりだよこんなの。リリーさんのためにも子供たちのためにも罪を償わなくちゃいけなかったのに。殺し屋一家に生まれた僕たちがそんなことを言うのはおかしいのかもしれない。でも僕もガーナに同意だ。リリーは死ぬべきではなかった。リリーを子供に見られないように処理しよう。その後食事作り。わかった。治療所しばらく僕が引き継ぐ。私も手伝うよ。はあ、ここまで逃げれば。おじゅーさよー。ぎゃー。あらあら、僕ちゃんは私が運んでおきますのでご安心を。それではまた、バイバイチーン。その後僕たちは数ヶ月かけて子供たちの面倒を見ていった。リリーの毒や洗脳がなくなったおかげか子供たちは回復傾向にある。病気を正しく理解し正しく行動することで治療法がないものでも明らかに前より症状がいい。エースは生き物を殺さないといけないと怯えることはなくなった。メルも今はおかしなものを食べていない。レックも皮膚のかゆみが減って経過は良好、笑顔も増えていった。もう少ししたら親元に返せると思う。そういえばお兄ちゃん、新しい趣味見つけたいんじゃなかった？今は忙しい。でも代理ミュンヒハウゼン症候群じゃないよ、絶対に。わかってるよ。さあお仕事お仕事。